さあてめえら覚悟しやがれ。このベジータ様がたっぷりと料理してやるぜ。まずはキャベツだ、みじん切り。コッパみじんにしてやるぜ。次は貴様だ、人参野郎。人間みてえなその名前、まったくふざけた野郎だぜ。貴様の苦味にはヘドが出る。だがそれも今の俺には通用しねえ。さあゆっくりと皮を剥いでバキバキに刻んでやるぜ。おお、次は豚肉だ。いいツヤしてるじゃねえか。新鮮な野郎を見ると胸が高鳴ってきやがるぜ。さあパワーを集中させ、 200g 一気にこま切りだ。よし、ここらで山芋に挑戦だ。でこぼこしやがって化けの皮ひんむいてやるぜ。つる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 、ネッパ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 、生意気な野郎だぜ。スリ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 、ドロ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 、てこずらせやがるぜ。すべてもかゆくてもここで負けちゃならねえ。最後まですりおろせ、俺のメンツにかけて。さあ残りの野郎ども、一網打尽にしてやるぜ。小麦粉に水をぶっかけ、天かすと卵もぶち込み、刻み生姜も入れたらひっかき回してやれ。さっきの野郎どももぐっちゃぐちゃにめっちゃくちゃに混ぜ合わせ、あとは鉄板の上でじっくり焼き上げてやるだけさ。ソースに青のり、おかかでとどめだ。どうだ、参ったか。お好み焼きバトルも、さあ口を大きく開けてこれでいただきだぜ。おっといけねえ、マヨネーズも忘れんじゃねえぜ。